稼げる人と稼げない人は何が違うのか。こんにちは、 YouTube 都市館のアッキーです。それでは今回は億を稼ぐ人の思考と習慣6選について解説していきます。あなたはお金のない人生を送りたいですか？それともお金に余裕のある人生を送りたいですか？誰だってお金に縛られたくないです。なぜなら生きていくためにはお金が必要だからです。食事をしたり家に住んだり病気を治すにはお金がかかります。お金なんか絶対にいらない、そんな人はいないです。しかし世の中にはお金持ちの人と貧乏な人の両方が存在します。両者の違いは何なのか、一つだけ大きな違いがあります。それは何か、能力ではないです。才能ではないです。一番の違いはあなたの今の考え方です。億を稼ぐ人の考え方は普通の人と全然違います。今すぐに億を稼ぐ人の考え方を学んでください。そして考えが変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わります。そして習慣が変わればあなたの結果が変わります。つまり考え方を変えるだけであなたはどんどんお金持ちになることができます。この動画ではお金持ちの考え方と習慣を6個厳選して解説していきます。今すぐにあなたが実践できるものばかりです。ぜひ今日からやってみてください。億を稼ぐ人の思考と習慣の1個目、目標が叶う具体的の法則。あなたは目標を持ってますか？今すぐに目標を持ってください。そして目標をスムーズに達成するために有効な考え方があります。それが具体的の法則です。具は具体的であることです。僕は2022年、 YouTube 図書館の登録者を30万人にしたいです。この目標は具体的です。他は達成可能であることです。1日に500人、月に1万5000人登録されれば達成可能です。意は意欲が持てることです。本当にその目標を達成したいかどうかです。手は定量的であることです。数字にすることで定量的になります。期は期限付きであることです。2022年の12月末まで期限をしっかりとつけることです。例えばあなたの目標が豊かになりたい、お金持ちになりたいことだとしましょう。豊かになるっていう目標は具体的ではないです。収入はいくら欲しいんですか？どこに住みたいんですか？どんな生活がしたいですか？これが明確にならないと抽象的な目標になってしまいます。抽象的な目標は達成に向けた行動を起こしづらいです。イメージするだけで終わってしまいます。ではこれを具体的の法則で考えていきます。具は具体的であることです。例えば3年後までに月収が50万円から100万円にアップすることです。他は達成可能であることです。今が月収50万円のため副業をしたり転職をすれば月収100万円は努力すれば達成可能な範囲です。仮に3年で年収を10倍目指すとすると、これは現実的とは言えないです。意は意欲を持てることです。月収100万円になったら生活はガラッと変わります。あなたが目標を達成した姿を想像してください。絶対にやりたいという意欲が生まれてくるかどうかです。手は定量的であることです。月収100万円という数字は定量的です。達成したかどうかを確認することができます。期は期限付きであることです。半年後まで、1年後まで、3年後までにという期限を決めてください。期限をいつかに設定するとずるずると先延ばししてしまう可能性があります。このように具体的の法則を使えば豊かになるというざっくりとしたあなたの夢が3年後までに月収100万円を達成するという文字通り具体的な目標になります。あなたが目標を設定するときは具体的の5つの要素を明確にしてください。そして目標を決めたら必ず一歩を踏み出してください。とにかく初めの一歩が重要です。なぜなら多くの人は初めの一歩を踏むのに時間がかかるからです。あなたもやろうと思うけどやれなかったことってないですか？痩せたいけど気が乗らない、収入を増やしたいけど副業ができない、転職もできない、きっと多いはずです。最初の一歩を踏み出すこと、これを意識して簡単なことからでもいいです。とにかく行動を起こしてください。続いて2個目、ノーリスクハイリターンの投資。まずはお金の使い方を学んでください。お金の使い方には3つあります。それは浪費、消費、投資、この3つです。1つ目が浪費です。浪費とはお金よりもメリットが少ないお金の使い方です。必要以上に贅沢をしたりとかギャンブルをしてお金を失うことです。見栄を張るために高級品を買ったりとか、外でご飯を食べに行った時に暴飲暴食をしたり、スマホゲームへの課金などの無駄遣いのことです。このようなお金の使い方をあなたがしてもメリットはほとんどないです。2つ目が消費、
費です。消費とは毎日の生活に最低限必要なものにお金を使うことです。例えばご飯代や水道光熱費などの生活費です。消費は生きていくためにどうしても必要です。かといって消費でお金を使いすぎるのも良くないです。無意識のうちに消費が浪費になっていることがあります。そのため消費で大切なことは消費が浪費になっていないか、これをしっかりとチェックすることです。消費に使っている金額を定期的に見直すようにしてください。3つ目が投資です。投資とは将来的に資産を増やすためにお金を使うことです。株式投資をしたり自分の知識を伸ばすために本を買ったりすることです。本を読んだり英会話教室に通ったり月に1回美味しいものを食べてモチベーションを保ってください。この3つのお金の使い方で最も大切なのが投資です。そしてその投資の中でも一つだけノーリスクハイリターンの投資があります。それが自己投資です。まずは自己投資を始めてください。ビジネス書を読みまくって勉強会とかに行ってください。自己投資から得た知識や経験っていうのは誰にも盗まれないです。あなたが損することもないです。自分にお金を使っているためノーリスクです。そして将来絶対にハイリターンになる、そう信じてください。僕のおすすめの自己投資は本を読むことです。今すぐ本に投資をしてください。本に投資をして貧乏になった人を僕は知らないです。もし本を買うお金がない人は YouTube 図書館を聞いたり図書館に行って本を借りてください。むしろ今お金がない人は今のうちしかこの状況を経験できない、そう思ってください。貧乏な時っていうのは楽しいです。貧乏も楽しめるようになってください。僕も学生の頃は本当にお金がなかったです。お金がない時期を楽しむことが大事です。後になって絶対にそれがネタになります。自分に伸びしろがあると思える人は将来を見据えて積極的に自己投資してください。3個目、音声と動画で学ぶ。稼げる人と稼げない人の違い、それは何か、音声と動画で学んでいるかどうかです。人生を変える学びには3つの方法があります。1つ目は本との出会い、2つ目は人との出会い、3つ目の方法は音声と動画との出会いです。僕は本を読みます、人からも学びます、そして音声からも動画からも学んでいます。成功している起業家っていうのは本から学んでいます。毎日本を読む読書家の成功者は多いです。そしてそれだけでなく人からもしっかりと学んでください。成功者同士で交流したりメンターをつけてください。そして忘れてはいけないのが音声と動画です。成功者っていうのは移動時間中も勉強しています。少しでも時間があれば音声と動画で学んでいます。例えばオーディオブックを聞いたり YouTube 図書館を聞くことです。音声と動画を活用するメリットはなんと3つもあります。メリットの1つ目は時間が増えます。音声と動画で学習する習慣がつくと1ヶ月がなんと14ヶ月に増えます。例えばあなたの通勤時間が片道1時間で毎日2時間かかるとしましょう。この2時間を学習に活用すれば平日5日で10時間勉強できます。月に40時間です。年間にするとなんと480時間です。通勤電車を勉強部屋に変えてください。月に40時間も勉強している人が成功しないはずないです。続いてメリットの2つ目は常に前向きになることです。今っていうのは収入が下がったり税金が上がったり後ろ向きになる方が多いです。人間っていうのはぼーっとしているとつい否定的なことを考えてしまいます。そのため何も工夫をしないと今日も疲れた、お金がなくて困った、将来が心配だ、こういったネガティブなことばかり頭の中に浮かんできます。 YouTube 図書館やオーディオブックでは成功者のポジティブな話が多く収録されています。これを聞いていると自然とポジティブな思考になります。僕も動画を見ることでポジティブになったりモチベーションが上がることが多いです。続いてメリットの3つ目は行動力が高まることです。行動しなかったら人生は変わらないです。そして知識には2段階あります。ただ知っているという段階と行動につながる段階です。例えばあなたはテニスが上手くなりたい、そう思った場合一度習っただけでは上手くならないです。なぜなら習ったことを単なる知識として覚えているからです。実際は適切な体の動き方を知識として学んでそれを無意識にできるまで繰り返し練習する必要があります。ビジネスや勉強も同じです。本を1回読んだだけで身につくことはないです。それでは頭でっかちになってしまいます。ただ知っているだけ、聞いたことがあるだけです。何回も繰り返し読んだり何回も繰り返し聞かないと人間はわからないです。僕の YouTube 図書館でも同じ話を何回もしています。それはなぜか一回伝えただけではわからないからです。一回伝えただけで結果っていうのは出ないからです。何回も繰り返して頭に知識を定着させて行動を起こしてやっと知識っていうのは身につくもの
ものです。外に出るときはとにかくイヤホンを耳に突っ込んでください。イヤホンをしていれば音声や動画で学ぶことを自然とやるはずです。僕は洗い物をしていたり歯磨きをするとき必ず YouTube 図書館を聞いています。ぜひあなたも試してみてください。続いて4個目、億万長者の優先順位。あなたは今何を優先していますか？仕事ですか？プライベートですか？趣味ですか？それとも家族との時間ですか？あなたが何を優先するかによってあなたの将来は決まります。例えば会社の仕事が最優先の人はいずれ会社員として結果が出る人生になります。経営者になるための行動を最優先にしている人は将来的に経営者になります。モテるために一生懸命努力している人は最終的にモテるようになります。ファイヤーするために毎日一生懸命生きている人はきっと将来ファイヤーできます。人生は優先順位を一番にしたものがどんどん最大化していきます。あなたは会社の仕事と自分の人生どちらの優先順位が高いですか？多くの人が自分の人生です、そう自信を持って答えます。しかしみんなこのように言います。今は会社の仕事が忙しい、だから自分の将来なんて考えられない。多くの人が言い訳をしたりやるべきことを先延ばしします。そういう人は3ヶ月後も同じことを毎回言います。なぜなら仕事が落ち着くことなんかないからです。今忙しい人は3ヶ月後も絶対に忙しいです。そして時間が突然増えることもないです。あなたの人生の選択に3ヶ月後はないと思ってください。常にあるのは今だけです。今この瞬間の優先順位が大切です。忙しい時こそその人の本質が見えます。今の連続が人生だと捉えてください。今のあなたが将来の自分を決めます。理想の将来に近づくためにあなたの人生の優先順位を今から変えてください。自分のスケジュールを何とか調整してください。目の前の予定も変えられない人が自分の人生を変えることはないです。あなたの一番の投資先は決まっています。自分自身です。自己投資をすることです。具体的にこの5つをやってください。ビジネス書を読むこと、成功している人に会いに行くこと、自分を引き上げてくれる場所に身を置くこと、健康に投資すること、自己成長のために勉強会に参加することです。あなたのお金と時間の使い方の優先順位はどこですか？優先順位を考え直してみてください。5個目、誰でもできることを誰よりもやり続ける。あなたに特別な才能なんてなくていいです。才能なんかなくても結果を出すことができます。ではどうしたら結果が出るのか。誰でもできることを誰よりもやり続けることです。自分の将来のために努力を惜しまずに行動してください。億を稼ぐ人っていうのは才能がある人ではないです。基本的に誰でもできることを徹底的にやり続けている人です。あなたは大人になってからも学び続けることができます。むしろ大人になってから学び続けれるかどうかであなたの人生は大きく変わります。何歳からだって人生は逆転できます。あの福沢諭吉も学問の勧めでこう言っています。頭のいい人と頭の悪い人の違いは学んだか学んでいないか。学んできた量が大事です。努力してきた量を大切にしてください。人生は一生学び一生修行だと捉えることです。僕は毎日2冊の本を読み続けています。何年もずっとコツコツ学んでいます。1万冊以上読んでいます。本を読んで学ぶことを当たり前の習慣にしてください。息を吸って吐くことを意識しなくてもできるのと同様に勉強することも同じ感覚に持っていってください。慣れるとそれが当たり前になります。成功する人は特別な人ではないです。誰にでもできることを誰もやらないくらい一生懸命やり続ける人です。学び続けることは誰でもできます。お金がなくても図書館で本を借りたり、ネット環境さえあれば YouTube 図書館を見ることもできます。少しのお金があれば本だって買えます。あなたができることから始めてみてください。6個目、諦めることを諦める。うまくいかない人には2つの特徴があります。1つ目はすぐに諦めてしまうこと、2つ目はゴール直前で諦めてしまうことです。それぞれ説明をします。1つ目はすぐに諦めている人は本当に多いです。ビジネスを立ち上げるために頑張る人はたくさんいます。しかしほとんどの人が1ヶ月から半年で見切りをつけて諦めてしまいます。長くても3年5年で辞める人がほとんどです。冷静に考えてください。あなたは3年でプロサッカー選手になれますか？有名アーティストに5年でなれますか？そんな簡単に成功するはずがないです。もしそんなすぐ成功するんだったら今頃日本人はみんなアスリートや経営者になっています。あなたの会社でも入社後半年で社長になる人っていますか？きっといないはずです。成功することをなめないでください。成功するまでにたくさんの失敗をするのが当たり前です。自転車を初めて乗る時も一度も転ばずに乗れるようになる人はいないです。ちょっと転んだか
から乗るのをやめる、そんな人は自転車を乗ることができないです。何度も失敗するのが当たり前と思ってください。大切なのは失敗しないことではなくて、失敗からいかにして学ぶのかです。どんな教訓を得るのか、そしてその教訓を次にどう生かすか、これを考えることが重要です。この積み重ねがあなたの成長とか成功につながります。むしろ成長するためには失敗が絶対に必要です。失敗っていうのは必要経費だと捉えてください。それを繰り返す中であなたはどんどん成長していきます。成長を繰り返した結果、最終的に夢が実現する形でついてくるだけです。うまくいかない人の特徴の2つ目はゴール直前で諦めてしまうことです。意外にもゴール直前で諦めてしまう人が多いです。ゴールが見えないためにゴールまで遠い、もう無理だと思って諦めてしまいます。本人からするとゴールまでまだまだ先があるように感じます。しかし経験者から見ると、なんであと 2,3 歩で諦めるんだ、そう思っています。もしあなたがこのように思ったら、あと3歩は進んでみてください。もうゴール直前まで来ているということを思い出してください。今はゴールが見えていないだけです。諦めたらそこで試合終了です。プロフェッショナルとは失敗しない人ではないです。これまで何百回も失敗をしてきた人たちです。最低でも100回ぐらいは失敗してください。そして5年以上は続けてください。もう限界、やりきった、そう諦めた時こそもう3歩進んでください。もし3歩進んで成功しなかったら、さらに3歩進んでください。これで 99.9% うまくいきます。もしあなたが成功したかったら、諦めることを諦めてください。諦めるのを諦めた人だけが億を稼ぐ人になれます。僕は今年2020年登録者を30万人目指しています。本気でやります。いい動画を作るために僕も全力で勉強して、皆さんのために1年間投資をします。そこで1個だけお願いがあります。いいねボタンとチャンネル登録をぜひしてください。絶対に後悔させないです。一人でも多くの人にいい動画を届けるように今年もやっていきます。それではまとめいきます。1個目、目標が叶う具体的な法則。目標を達成するために有効な考え方として具体的な法則があります。具は具体的であること、他は達成可能であること、意は意欲が持てること、手は定量的であること、機は期限付きであることです。豊かになりたい、お金持ちになりたい、こんな目標はもうやめてください。抽象的な目標は達成に向けた行動を起こしづらいです。あなたがイメージするだけで終わってしまいます。大事なのは3年後までに月収100万円を達成する、このように具体的に目標を設定することです。そして目標を決めたら必ず一歩踏み出してください。簡単なことからでもいいです。とにかく行動を起こすことが重要です。2個目、ノーリスクハイリターンの投資。お金の使い方には浪費消費投資、この3つがあります。一番大切なのが投資です。その中でも唯一ノーリスクハイリターンなのが自己投資です。多少のお金がかかっても自己投資することを忘れないでください。ビジネス書を読みまくって、勉強会に行きまくってください。おすすめの自己投資は本を読むことです。今すぐ本に投資をしてください。僕は読書の大切さを伝えるために YouTube 図書館をやっています。いいなって思う本があったらぜひ買ってみてください。本を買うお金がない人は図書館で本を借りてください。自己投資から得た知識とか経験は誰にも盗まれないです。あなたの大事な資産になります。3個目、音声と動画で学ぶ。人生を変える学びには3つの方法があります。本との出会い、人との出会い、音声と動画との出会いです。成功している人は本から学んでいます。そして人からも学んでいます。さらに音声や動画で学んでいます。あなたが外に出るときはとにかくイヤホンを耳に突っ込んでください。 YouTube 図書館やオーディオブックを聞いてください。会社に行くとき、家事をしているときに音声と動画で学ぶことを習慣にしてください。4個目、億万長者の優先順位。人生はどうしたら変わるのか、あなたが何を優先順位にしているかです。会社の仕事が最優先の人は会社員として結果が出ます。優先順位を考え直してください。やりたいと思うことを後回ししないでください。それをしてもいつまで経ってもあなたの目標は叶わないです。人生の選択に3ヶ月後はないです。あるのは常に今だけです。忙しい時こそ成長するチャンスだと捉えてください。この5つをやってください。ビジネス書を読む、成功している人に会いに行く、自分を引き上げてくれる場所に身を置く、健康に投資をする、自己成長の
のための場所に参加する。5個目、誰でもできることを誰よりもやり続ける。成功のために特別な才能はいらないです。億を稼ぐ人は基本を愚直に徹底的にやり続けている人です。何歳からだってあなたの人生は逆転できます。学んできた量が大事です。人生は一生学びです。学び続けることは誰だってできます。誰でもできることを誰よりもやり続ける、これを大切にしてください。6個目、諦めることを諦める。成功するためには諦めないことが重要です。何度も失敗するのが当たり前と思ってください。その失敗からいかにして学んで、その失敗を次にどう生かすか、これを考えてください。もし諦めるという言葉がよぎったら、あと3歩進んでみてください。そしてもし3歩進んで成功しなかったら、さらに3歩進んでください。これで 99.9% うまくいきます。もしあなたが成功したいなら、諦めることを諦めてください。最後に、あなたは何のために生きていますか？お金がない、時間がない、能力がないなど言い訳をしても人生は絶対に変わらないです。そもそも人は誰だって何かしらの欠点を持っています。言い訳をしても何の進歩もないです。時間がないなら時間を作ってください。お金がないならお金がないなりに工夫してください。できない理由を100万回唱えてもメリットなんて一つもないです。できないものはできるようになるまで今すぐ努力をやるしかないです。重要なのは、あなたが今できる最大限のことをすることです。解説は以上です。今回の解説が勉強になったという人は、いいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。